はい、ブエナ。ブエナ、会いたかった。ブエナ、会いたかった。はい、TYM のチャンネルです。はい。ということで、今日も、はい、石井さん、はい、引き続き、解説の方をね、一緒にやっていきたいと思うんですけど、はい、今日も、スタートポイント、サルバコになりますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで、今日は、ノンスクラッチというのをしてやりたいと思います。まあ、うまくこれも身体操作を使った、まあ、トラップなんですけど、こうやって、スクラッチもらえると。これも、まあこの、まあ、これをしない、最初のこの負のをしないで、トラップからもうポンと、ちょっと言葉があれですけど、ノンスクラッチっていうのを勝手に俺が決めた、これ名前なんかあんまついてないんで、それを解説していこうかなというふうに思います。こっちにボールがあるとしたら、まあ、ディフェンスも少しこの、ボールをこっち意識忘れると思うから、で、ここのマークを、まあ、見るっていう感じなんですけど、これをあえてちょっと視野のところで、そうすると、ボール来た時にここに来ると思うんで、まあ、ちょっとパス来た時に、ディフェンスが来た時に、まあ、こっちに、トラップする。ノースクラッチ、まあ、これをやらずに、はいはい、自分の重心の移動だけでやるっていう、はい、まあ、これ結構よく、まあ、人差し指で使ってるんですけど、はい、まあ、僕も結構使うんで、はい、さあ、おー、これは取れないの、はい、で、こう入れ替わりにするっていう、これなんかもう前ブレで来ちゃったあ、そうです、まさに、まさにそうです、マイプレ、マイプレ回避、はい、うるさい、止めちゃうと狙われるから、そうです、そうです、コツとしては、まあもう本当スクラッチとかと全部一緒で、まあこれも骨で立つっていうあのところ、石井チャンネルの方で別に説明したんで、そうです、はい、それ見てほしいんですけど、この膝を使わないで、こうなんていうの、反発で弾いてほしいんですよ、地面。で、こうボールが来たときに、こう、まあ、伸びて、こっちに行くけど、伸びてパンと弾いて、地面の力を使う。ちょっとやってみましょうか。一時間、パスパス。ダメそうだな。マジわざとかな。わざ。今本気。今本気。ああ、なんか違うな。引きつけて、自分のこの辺に来たときに、下がる。ああ、はい、わかりました。もう。ああ、うまい。うまいですけど、これをより良くするには、こう、トラップするときに、こっちに向く。へそを。こっちです。あ、はい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 。で、パン。あ、わかったわかった。はい。あ、OK。でも行かない、一緒に行かないな。こんな感じです。これを、試合中にやってるっていう。かかります。ちょっと話ずれちゃうかもしれない。はいはいはい。この整体したときにそれを使えます。整体したときにも使えますけど、こういう感じ。ああ。左足がこっちに行ってるから、こっちに持っていかない。そうそうそう。だからスクラッチもまあ同じ理論というか、こっちに軸足が動くから。ああ、はいはい。軸足プラス、まあ俺はこっちにこうやって見るから。ああ、そうだ、それだ。そう。あの時。そう。あの、椎原さん。シーハラさんはいじるんですよ。ロンズにシーハラさんって言って、元ミッドホーリーホークの選手がいるんですけど、そうそうそう、ちょっとロンズ、ジェリーガースもね。元ジェリーガース。J1-2 で100試合ぐらい出てるんですよ。いや、そうなんですよ。すごい。その選手を僕はスクラッチで、もうチンチンにっていうか、一発で置き去りにして、俺も超笑って。めっちゃなんか、ずっとね、LINE グループでいじってるんですよ。そうなんです。ちょっと話しておりますけど、あれって、そうだ、あれだと思った。ああ、そうそうそう。それを完全に腰やらこっち行ってたもん。
でもがっつり立ってこられる。そう、相手の重心を、まあ、コントロールするんですけど、これギリギリまで見て、まあ、石井さんがじゃあこうパス来てるときに、どっちでもいいです。石井さんがどっち来てもいいです。ただバーンって来てやったら、移動すればいい。セルフトンパーに近いのかな。あ、でもそうです。セルフトンパーに近いです。セルフトンパーもそうなんです。これでもう、でまあ、ここをコントロールして、だったらもうこれだし、あとはパス強くで、ここも強くつけたら、これでこうやって、できると、引き付けて、これができる。だからもうブルースパワーを置いて切って、切るというか、あえて、なんか、こさせて、この矢印に対してこっちにっていう。なんかあとエルドリってのもあるんですよ。それも一緒でこっちにこう寄せてのとかも全部パワーを利用してるんだからもう ロンズで餃子さんが寄ってることは全部通じてるよね。そうなんです。だからまあスッと入ったっていう感じです。じゃあ、あの変な話、俺がこっちから来てこっちにパンってやつがある、あ、さっきの、ああ、はいはい、あれとかもやっぱもう試合でパンパンパンって出るみたいな。基本はもう見てます。こっちのディフェンスも結局後出しじゃんけんで読んでくるじゃないですか。だから重心をもうこっちに行かせるように動かす、誘導させるだけ。相手としてはそれ取っといて、引き付けて引き付けて剥がしそうっていうのはこう方法を持って変えるとかっていうのはやってますよ。いろいろ仕掛けがあるってわけですね。そうですね。だから決めてないです。ここでは決めてないです。この中で見ながらやってるっていう。やっぱりどうしても俺もフットサルやってる、はい、決め打ちじゃないけど、ボールアタックにしても中切ってんのに行っちゃって、あ、やべえっつってこう止めたりとかやっぱあるけど、うんうん、最後のギリギリのとこまで相手を見るっていうのはめちゃくちゃ大事です。はい、そこがでも僕はなんかフットボールの一番面白いところだなと思ってるんで、ギリギリで変えるとか、はい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 、そこかなと思ってるんで。だからあの試合の動画とかでもやっぱ見ててそうだもんね。やっぱりそうですね、まあ、1個ダメだったら次とか、もうどんどん、あ、ダメ次ダメ次ダメ次みたいな。そうそうそう、フットサルってやっぱすごい有効ですね。そう考えても、いや、めちゃくちゃ有効だと思います。それが多分一番早く身につくんで、サッカーより状況判断の連続ですもん。そうです。このノンスクラッチも皆さんぜひ使ってみてください。まあ、ちょっとポイントまとめると、まあ、まず最初立ち位置としてはボールもらう前にこのシェアハンダーとか取る。でディフェンスがパッタッと見た時とかに、まあ、こうこれも別に決めなくてもいいんで、この今ノンスクラッチやるって別に決めなくていいんで、そっち向いてる時にちょっとそっち向きながらこうやって移動したりするんですよ。ああ、こうやって。そしたらもうこのボールアタックして、そしたら置き去りにするっていう。なんかこう、ボールを動かしに行くっていうよりかは、もう自分が移動する。そこから、こう、あっちに散らっても、石井さんが、全部いたすときに、自分が先に移動した方がいいです。あ、こうね、散らって見てて、こっちはもう、そんな多分こうやって見ないでいないことになってて、来た時にこれを基本的には入れ替わるとか、常にそこの駆け引きを続けてずっと見てるっていう。そっか、いやらしいね。それはもうめっちゃ、まあ、面白いというか、うん、あとはここでこうもうすぐ先にここに入っちゃうっていう、まあ、これもロンズでもやってますけど、はいはい、リベントが出てたらずれるのと、このボールが来てるときに引きつけて、こっちに引きつけて、この軸足を自分のここの位置よりも移動させる。で、移動させるのプラス、これが膝が曲がると吸収しちゃって、この反発を使えなくて、あー、なるほど、弾けないんで、この時にパンって弾くのは伸ばすね。伸ばして一緒に伸ばすところです。これ伸ばさないで行こうとしちゃうと、なんていうの、こうやってなるんですよね。こうやって。ああ、なります。俺それだ。あ、なります。
こう状態が一緒にこうやってなると読まれちゃうんですよ。だからこの状態はこっちに置くと跳ねたの。もう一回しますね。あの絵がもう超出てくるっていう。っていうところはちょっと意識してもらえたら、分かんないところとかあったら、ちょコメントとかいただけたら、あの回答していくんで、はい、ぜひよろしくお願いします。どうでした？深い。深い。俺はだからそうだな、やっぱり。結構自分の課題は何でも足元に止めて、そこからこう自分の技術を使って何とかしようというスタイルでずっとやってきたもんだから、逆に今やってることもそうだけど、すげえ新鮮ですね。はい、ああ本当ですか。いやありがとうございます。体の向きっていうか、なんて言うんだろう、使い方とか、あそうやってディフェンスを誘導して、まあ普通ならボールアタックとか、まあ、トンパとか、はいはい、そういうのが主流だけど、はいはい、まあすげえなるほどなと思って。そうですね。だまあ全部そうなんですよね。ボールアタックもそうだし、トンパとかもそうだけど、多分体の向きとか、そう、反発の、ね、使い方とかすごい重要です。めちゃくちゃ重要です。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。こんな解説に、トンパまで勉強になります。有料級で。はい、ということで、チャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。お願いします。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。石井さんでした。